なんか心が落ち着く場所が皆さんおありだと思うんですけれども、この歌に出会って、なんかこう自分の生きていることがなんかこう意味があるんだなってますます思えるようになった歌です。ビルの谷間の絵描きさん。ビルの谷間の絵描きさんは、コンクリートの下のモグラたちの歌をキャンバスに書き留めて、うんとうなずき、コーヒー片手にテディのピアノ、ビルの谷間の絵描きさんは、街角の花屋で見つけた小さなつぼみ、胸に飾ってキャンバスに向かえば、不思議にあたりは一面花畑。髪の長い少女が絵描きさんの絵を見つけて、こうつぶやいた。お願い、私をここに連れて行って、こんなに悲しい世界はもう真っ平よ。後ろ姿の少女にこうつぶやいた。ねえ君、僕がここにいるのは、悲しみとかいろいろ楽しむためさ。ビルの谷間の絵描きさんは、コンクリートの下のモグラたちの歌をキャンバスに書き留めて、うんとうなずき、コーヒー片手にテディのピアノ、作られた歌を皆さんと一緒に楽しめるこの時間が、なんか僕は夜の仕事ですので、いつもですね、今の時間寝てることが多いんですけど、なんか夢の中にいるみたいで、まああといろいろな立ち物がありますけど、皆さんも今日は夢の中にいるような気持ちで、体を揺すって、気持ちをリラックスして生き返れるような時間に
ご自分でしてくださいな。今日はありがとうございます。梅さんですね。梅さんは実はそのワインバー田舎のですね、そのオーナーなんですけども、僕はパリに住んでいるんですけどね、梅さんは僕よりもパリのことをよく知ってます。パリのシャンソンのこととかシャンソニアもうはるかに知ってますので、ぜひね今度ワインバーに行かれてパリのシャンソンの話と言って花を咲かせてください。梅さんありがとうございました。